久保さん今回味にしましょうか味味がある人って多分、ね、味がある人ってあのいろんな味があるから味があると思うんですよ多分なんだろうなそこにはうんまずい味もあればうまい味もありいろんな味があるから味があるっていうねうんなんか完璧じゃない完璧じゃないからこそ味があると分かります完璧すぎる人って味がないと思うんですよ完璧だから でも味がある人ってかかん、なんかここすごいなと思いきや、なんだ、えみたいな。だから怪ジなんですよ。怪ジは逆境の時にね、すごいなんか出すし、なんか,おなんかすごいなんか落ちこぼれてるところもあるし、怪ジには味がある。味があるからファンがつくっていう感じですかね。いいとこもあれば悪いところもある。だから味があるって多分そういうことなんじゃないかなと思います。でね、あのー、そう。 これ久保さん、久保さんこれ知ってるか分かんないですけど、ハムスターの成功の為、ハムスターの交尾、これね、543万回回してるやつがあってこ、カスタムサムネイルが最後に気絶しましたっていうカスタムサムネイルなんですけど、これ500万回回してます。すごくないですかい <laughs> ってらっしゃい。